旅行の達人。旅行の達人のアイリです。今回は北海道で買いたいお土産ランキング15選をご紹介します。北海道に行って悩むのがお土産選びですが、今回は人にあげたら喜ばれること間違いなしの確実に美味しい北海道お土産15選をランキング形式でご紹介しちゃいます。旅の思い出としても欠かせないお土産選びをぜひ楽しんでみてくださいね。第15位は森本雪虫スフレです。ふわふわとした食感が美味しい雪虫スフレ、そのふわふわ感はまるで初雪のよう。中には北海道の牛乳で作ったクリームが挟まれていて、口の中でとろけちゃいますよ。小さなお子さんでも食べやすい人気の北海道お土産です。第14位はカルビージャガポックルです。北海道のお土産として一度はもらったことがある方も多いのではないでしょうか。ジャガイモをそのまま食べているかのようなスティック状のジャガポックルは何度でも食べたくなる人気のお土産です。新千歳空港などでも購入できますので、迷ったらぜひジャガポックルをお土産にしてみてくださいね。第13位は堀のトウキビチョコです。ホワイトチョコレートでトウキビをコーティングして作られるこちらのチョコは、キャラメルや夕張メロン、北海道いちご味など様々な味を楽しむことができます。新千歳空港や函館空港などで購入することができますよ。第12位は洋菓子キノトヤ酪農チーズプリンです。チーズとプリンがお好きなら絶対に食べてほしいのが酪農チーズプリンです。美瑛産ミルク、北海道産マスカルポーネ、それにフランス産のクリームチーズを使用し、濃厚で贅沢な味わいになっています。トロトロの食感はぜひ試してほしいです。地元の方からも評判の声が上がる人気商品です。第11位は石屋製菓の白いロールケーキです。白い生地に白いクリーム、どこまでも真っ白な白いロールケーキ。白いクリームの中にはなんと小さな粒状のホワイトチョコレートが入っているんです。独特な食感はぜひ食べて試してみてください。続いて第10位は北家老の北海道開拓おかきです。1週間の時間と手間をかけてじっくりと手作りされている北海道開拓おかき、味の種類も多く、あげると喜ばれる北海道土産として大変人気です。甘エビやホタテ味など新フレーバーも登場していて、一度買ったことがあるという方もぜひチェックしてみてください。第9位はシ・サワットの当時の贅沢マカロンです。甘カスを使用した珍しいマカロンで、さっくりと軽い食べ心地で、マカロン独特のネチッとした食感が苦手な方でも食べやすいお味となっています。札幌市内から車で1時間ほどに位置する栗山町にあるお店は、いつも多くのお客さんで賑わっています。第8位は花畑牧場の生キャラメルです。こちらも北海道土産として定番中の定番、花畑牧場の生キャラメル。普通のキャラメルとは濃さが違うと大人気です。口に入れた瞬間に溶け出す食感は生キャラメルならでは。幅広いフレーバーも人気の秘密です。第7位は小樽甘党マロンコロンです。3枚重ねられた分厚いサブレ、食べてみるとザクッとした独特な食感が癖になります。アーモンド、チーズ、カカオ、ウォールナッツの4種類のフレーバーがあります。続いて第6位はロイズのポテトチップチョコレートです。何度食べてもやはり美味しい、言わずと知れた人気商品ポテトチップチョコレート。ポテトチップの塩気とチョコの甘みが絶妙です。渡すと喜ばれること間違いなしの頼れる一品です。第5位は堀の夕張メロンピュアゼリーです。滑らかな食感と口に入れた瞬間に広がる香りが贅沢な味わいとなっているゼリーです。北海道で一度は食べておきたい夕張メロンをゼリーでいただくことができる人気のスイーツです。第4位は六花亭マルセイバターサンドです。バターサンドといえばやはり六花亭ですね。言わずと知れた名菓子です。バターサンドだけでなく、バターケーキやキャラメルなどの新しいスイーツも登場していますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。トップ3の発表です。第3位はルタオドゥーブルフロマージュです。
北海道のスイーツといえばルタオのお菓子は欠かせません。中でもこちらのドゥーブルフロマージュは口の中に入れた瞬間とろける食感が絶品。すでに大人気スイーツの仲間入りを果たしていますが、北海道を訪れたらやはりこれは外せませんね。第2位は石屋製菓の美冬です。バターの香ばしさにもこだわったパイ生地とコクのあるチョコレートがミルフィーユされた贅沢なクッキー。ブラックチョコレートにはブルーベリー、ミルクチョコレートにはキャラメル、ホワイトチョコレートにはマロンというフィリングは何度も試行錯誤して生み出された組み合わせなんだとか。見た目の可愛さもあり、特に女性から人気が高いお土産です。いよいよ第1位の発表です。第1位はロイズの生チョコレートです。堂々の1位はロイズの生チョコレート。やはりと思われる方も多いかもしれませんが、一度食べると納得の美味しさですよね。定番のオーレのほか、抹茶やホワイトチョコ、ビターチョコ、ストロベリーなど様々な味が販売されています。お土産に迷ったらこれを選べば間違いありません。いかがでしたか？今回は北海道で買いたいお土産ランキング15選をご紹介しました。次回の北海道旅行の際にはぜひ参考にしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。